久保さん、矢沢永吉行きましょうか。永ちゃん。ドアの向こうに夢があるなら、ドアが開くまで叩き続けるんだと。<laughs> ドアの向こうに夢があるなら、ドアが開くまで叩き続けるんだと。いいっすね。これはね、僕、あの、カイジのね、あの、沼を攻略するときにですね、あの、そういうシーンがあるんですよ。まあ、ちょっと漫画本とアニメで表現されてるのはちょっと違うんですけど、僕はアニメで見てたんですけど、その、 まあ沼っていうのは第一、第一の壁と第二の壁、第三の壁みたいになって、最初の壁がこの、こういうやつなんですね。ここをあ、パチンコ玉を通すっていうね。だけどその、その、仕掛けでね、こう弾くっていうね。で、まあ、通らないって、そもそも。<laughs> そもそも通らないみたいな。で、そこにカイジが仕掛けをして、なんか、その、 雨玉を見てなんかその溶ける熱で溶けるような細工をしたんですよねでも最初全然それが発動しなくて、ね、カイジが「叩き続けるんだ」みたいなね「<laughs> 叩くんだ」「1000万パッキンパン」いるまだこれだ叩き続けるんだ <laughs> カイジくんこれは超,超高超高が来てるみたいなめちゃくちゃ面白いですけど <laughs> そうあこれね本当ね 成功したいなら成功するまでやるとかね、稼ぎたいんだったら稼げるまでやるっていうね、まあ、すげえ大事なことだと思いますよね。うん。ただその、稼げないっていうのは稼げるまでやってないだけの話でね、うんそう。どうすかね、稼げませんっていう人いっぱいいると思うんですけど、稼げるまでやってないっていう自実がそこにあるっていう。 いや久保さんもじゃあ最初は稼げたのかっていうと多分最初稼げてないんですよいきなり最初はまあまあ唯一稼げたがあるとそれならばセルフバックでしょうねセルフバックはまああのやったからやればすぐ誰でもいけるんだけどもまあでもこれもね、まあ、やんないですからねまあそのセルフバックで300万っていうねあんまいないですよね僕もこの前やりましたけど僕は多分230万はいってると思いますけどねまあカード系で みんなの銀行もね、昨日あったかなみんなの銀行ももう僕30万まで行くまでやり続けてるんで、みんなの銀行も昨日ありましたけど、うん、なんだあー、今28万何ぼなんですよ。まあもうちょっとですね、30万マックスまで。だから僕は30万マックスまでやるって決めてるんでやりますけど。でも多くの人はみんなの銀行で30万いかないでしょうね。だってやんないんだもん。 30万いくまでやんないからね <laughs>。僕の再生数でもいくんですよ。30万。まあ1年、もうやって1年、去年の6月の終わりぐらいからやったんで、だいたい1年3ヶ月ぐらいですか。1年3ヶ月やり続けてますけど、ちょいちょい動画をね。まあでも30万いきますよ。もうちょっとで。もう射程圏内ですね。あと10何人なんて。まあでもみんなやんないですね。うん ドアの向こうに夢があるならドアがあくまで叩き続けるんだ言ってらっしゃい